あるとか、まあ、高額療養であるとか、それからある程度のこうターゲットを絞った審査ということが達成できますと、それなりの効果はあると思うんですが、今のような、ごくわずかな数パーセントにしか満たないような、数字ですと、なかなか効果というのを見込めないのではないかと、このように考えております。はい、では続いてどうですか。じゃあ、順番にというか、岡田君どうぞ。短く質問させていただきますが、民間が医療費審査事務に参入してはなぜいけないんでしょうか。と言いますのが、プライバシーだなんだという方いらっしゃるかもしれませんけれども、実際労災保険情報センターの方はこれ民間参入できる立て付けにもともとなってたはずですよ。でそれを全労働局のすぐそばに事務所を全部持っている人じゃないと参入できないというような参入障壁を作って参入できなくしてただけのことであって、民間が入れる立て付けになってたじゃないですか、医療費審査事務について。労災まだ別の要素もありますけどね。ですからこういったこちらの診療報酬支払い基金さんとか国保連さんがやっている審査事務の方にもなぜ民間が入ってはいけないのかということについて、厚労省の方からご見解をお願いします。戸口保健局長。審査はまず現行法で保険者が審査することとなっておりますので、民間の参入もできます。で実際調剤レセプトは一部民間が参入して保険者の審査という形でやっております。で今実際なんで進んでないかというと、これは2つございまして、1つは医療の内容の審査になるとコストが相当かかります。専門家を集めてですね、中の審査をするというとかなりの高コストになるんで、今のような単価では多分合わないだろうとこう言われてて入ってこないのが1つと、それからその支払い基金の場合、審査するだけじゃなくてその後の紛争処理みたいな役割もあるわけです。意見が違って再審請求をやり取りして、でそこのところをですね、どうしてもその民間ではできないと、まだというこの2つが今ネックになっております。で調剤レセプトの場合は民間が保健所の代わりに審査をして、で紛争処理のところを支払い基金に委託するという、そういう形を取っておりますので、今それは動いているわけでございます。はい、じゃあ関与して、岡田君。しかしその、まあ、労災の方で見ますとね、委託費と、まあ、その審査した結果その削減できた医療費という見合いで見てもですよ、これまでの体制の中でも見直しができた医療費削減効果の方が大きかったりするわけじゃないですか。でその委託費の方が安かったわけじゃないですか。でそれでちゃんとそこに勤められている方の人件費も出るわけですよね。資産もいっぱい持てるわけじゃないですか。でそういう条件があって全国に事務所を持ってなきゃいけないから入れなかった。しかしそれを個別に入れるようにしたって採算が取れると思ったら入ってくると思うんですよ。そこら辺何か障壁が他にあるんじゃないかと思えてならないんですけども、いかがでしょう。戸口保健局長。実態から申し上げますと、例えば保健者さんの方は一旦支払い基金あるいはまあ国保連で審査をした後のそのレセプトの中から自分たちで選んでですね、やっぱりピックアップして重点的なものを民間業者の方に再審査をお願いしていると、これがコスト的に見合うやり方として普及しております。はい、続いてじゃあ河野太郎さん。副大臣にお伺いをしたいんですが、なぜ3500の保険者が支払い基金から国保連に一つも変わらなかったと思いますか。それは現実的にその、辻厚労副大臣、それは現実的にそのメリットがあるのかないかという判断をなさることは当然あるんじゃないでしょうか。3500河野君、失礼、3500も保険者があって変わるところが一つもないというのは厚労省が天下りの人間を使ってコントロールしているということが考えられませんか。辻厚労副大臣。私はそのようには思っておりません。委員長。河野太郎君。本来ならばこういうレセプトの審査は民間がやればですね、おそらくコストも下がるしサービスも良くなるんだろうと思います。この国保連も支払い基金も、支払い基金は民間法人化されたとはいえもともと特殊法人ですから純粋な民間ではありません。それならばこのレセプト部門をですね、解散させてむしろ民間に参入をさせて、民間同士が競えばコストも下がるしサービスも良くなるというふうに副大臣は思いませんか。辻厚労副大臣。委員のお考えは一つのご見識だと思いますけれども、やはり審査支払い
という、失礼しました、一つのご見識だと思いますけれども、審査支払い業務というもののやはり性格から考えたときに、やはりこれまで、広報時といいますか支払い基金法に基づく、また国庫法に基づく広告連ということで、やってきたわけですけれども、それはやはり公的な性格を持ってやってたということにも私は意味があったと思いますし、ただその中で民間にもやっていただける枠は作っているわけですから、そういった意味での競争というのはあってしかるべきだと思いますけれども、まあ今の枠組みというものが根本的に否定されるということではないと思っております。委員長、河野君。民間法人化されたのに公的な性格が残っていると今副大臣おっしゃいましたね。委員長。辻大臣。大きな意味で、まあ、日本の皆保険制度に関わる社会保険診療報酬の適正化、適正な運営に資するという意味合いにおいて、まあ、公の性質を持っていると、そういう意味で申し上げたわけであります。委員長。河野君。医療費のレセプトの審査をいかに安くするか、いかにサービスを良くするかというだけの話ですから、競争をしない、つまり2つあって自由に移ってもいいですよと言っても3500の保険者1つも移らないような2つの法人にやらせるよりは、むしろ民間に市場をオープンにして自由競争にさせた方が市場原理が働いてサービスが良くなりコストが低下すると副大臣は思わないですか。委員長。はい、辻副大臣。委員長の、あ、委員の、あのお考えは一つのご見識だと思いますけれども、私は医療というものを、まあ、競争だとか市場原理といいますか、そういった観点だけから捉えるのは必ずしも妥当ではないのではないかと思っております。委員はあのコストが下がる、サービスが良くなるというご指摘がございましたし、その観点も非常に大事だと思っておりますけれども、しかし同時に、適正な医療を安心して十分に、国民に、享受していただくという観点も大変大事な側面だと思っておりますので、まあ、そういった両方の側面からする対応政策が必要だと私は思っております。最後にもう一回、あのちょっと待ってください、今中村参考人からお手が上がっておりますので、この議論を聞いた上でご意見いただ頂戴したいと思います。はい、まあ、いろいろご議論いただいておりますが、まあ、現場でですね、まあ、レセプトの点検審査がどういう状況かということをかいつまで申し上げますと、まず先ほどの小杉村参考人がお話ししましたように、お話しございましたように、まず医療機関でですね、もう要はそのレセプトの電子化が進んでおりますので、こちらの方でチェックするシステムが、まあ、かなりのところで導入されておりますので、そこで一時でまず医療機関側でチェックするという形がまずある。でそれが例えばコッポであれば、いわゆるそのコッポ連合の方に送られて、でこれもベースとなるのはコンピューターチェックですね。でそこで、まあ、ほぼ全件を洗うという形になります。それでそれが、まあ、各市町村の、まあ、いわゆるその保健所に送られてくる。でそこから先はいわゆる画面を見ながらのですね、まあ、昔は紙だったんですが、画面見ながらの突合なり、あるいは、まあ、縦覧審査ということも含めて、かなり、まあ、人的な、まあ、マンパワーが必要になるという役割分担がございます。で医療機関なり、あるいは国保連合で、まあ、全体的に今電算化が進んで、まあ、オンライン化が進んでいることによって、このチェックの精度は相当高まっているのではないかと思います。ですからいわゆるその審査率査定率ということだけで、まあ、効果を議論するという時代から一歩抜けているのかなと。あとは縦覧チェックなり、あるいは、まあ、全体的な、まあ、なんて言いますか、横串縦串に、まあ、実際の診療状況をチェックするということが今後の課題というようなことがございまして、まあ、そこをどうしていくかということをですね。でもう一つ申し上げ、あえて申し上げますと、国保連合というのは先ほど厚労省の方からもお話ございましたけれども、保健所ある市町村の、まあ、連合組織のようなもの、事実上ですね共同体のようなものにございまして、理事の、まあ、大半は市町村長が、まあ、理事をして、まあ、理事長もそういった形で構成されているという組織でございまして、まあ、その中で個々の、まあ、市町村は、いろんな面での連携を図っております。ですから基本的にはその中でさまざまな業務を行っておりますし、まあ、介護保険の関係もこちらの方で担っていただいているとか、お互いに役割分担をしているという前提の中で、まあ、統合の話をするのであれば、その基本のベースをですね、どのようにいいところを残しながら統合するかという形で、話を進めていただければ大変ありがたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。はい、河野君。今議論されているのはレセプトの審査という部門をいかに効率的にやるか、いかにその部分のサービスを上げるかという話で、医療の競争の話は全くしておりませんが、副大臣の先ほどのお考えは医療という中にレセプトの審査も含めて自由化をすべきでない、そういうお考えですか。辻副大臣。
まあ、委員ご指摘のとおり審査支払いの業務の部分をですね、いろいろな検討の中で競争的な側面でやっていくという議論はあると思いますし、今後とも検討していく課題だと思っておりますけれども、ただ現実の問題として支払い基金における業務と国保連における業務というのはこれまでの経緯の中でおのずと違っているものがあるわけで、先ほど遠山議員からのご指摘もございましたけれども、その部分だけ抜き出してしまって、じゃああとだけ単純にそれだけでできるのかといえばそうではなくって、その審査支払いの業務のプロセスと同じことをまたするようなですね、そういった面も持つということでございまして、ダブルになる部分もあるわけでございます。まあ、そういった意味でですね、まあ、率直なところそれぞれがメリットを感じないということが現状にあるのではないかというふうに思っているということでございます。はい、先に初志川さんからいただきます。はい、その後局長。ここで一番重要なことは、審査を行った上で、不適切な請求や過剰請求があったそれを明らかにして、医療費を削減をしていくという、そこが一番重要なところだと思うんですね。その点でいくつかお伺いしたいんですけれども、先ほど横串でというお話をされましたが、現状例えば、支払い基金で、審査を行って A という医療機関がどうも過剰請求を行っているということが分かった、それが事実になったと。でそのことは、支払い機関で分かった情報が国王連にもそれは伝わっていくようになっているんでしょうか。はい、戸口保健局長。まだそこまでは連携は進んでおりません。はい、はい、初志川さん。ということは、支払い基金で、分かって、健保組合は適切に保険請求がされるようになったにもかかわらず、国保については不適切なままの状態が続いていて、それは放置されているという、そういう理解でよろしいんでしょうか。戸口保健局長。今基金と国保の間の各県の連携の協議会次々進めておりますので、その個別の名前をどこまで流通させるかというのは別ですけども、いろいろなその判断ミスの課題のあるところの情報は今徐々に連携が取りつつあります。はい、はい、初志川明宏君。統合した時のメリットは、そういう横串でね、一つの医療機関で、不適切なことが分かったら、国保も憲法もみんな共有して、そして不正の請求を止めることができるというところがメリットだというふうに私は思うんですね。仮にこれがここいろんなところに民間にバラバラに、出すようになったら、じゃあそういう連携ができるかというとちょっと疑問に思うんですよ。ですから私は統合をした方がいいと。その方が明らかに医療費の適正化を図るには効果的だと思いますが、いかがでしょうか。戸口局長。ご指摘のとおり、医療費の適正化を進めるには判断基準を統一して審査に漏れのないようにしていく、それから課題のあるところ、それから高額なレセプトの多いところについてどう対応するか等の情報を共有することは大変重要だと思っています。で今の発言は、では統合はメリットがあるということを認めたということでよろしいんですね。戸口保健局長。もちろんそれは統合の効果としてあると思います。ただし先ほど私申し上げましたように、保険者の方がまだ消極的な段階においては、それは連携のところで補っていくというやり方もあると思います。はい、初志川君。では最後に、先ほど保険者からはブロック単位にしたらどうかという提案があったというお話でしたが、その件については検討をされたんでしょうか、されていないんでしょうか。戸口保健局長。これは国保連というより支払い基金の方の話ですけれども、はい、支払い基金の中ですでに計画を作って進めつつあります。それからもう一つだけ追加させていただきますと、先ほど の民間の参入の時の、まあ、コストにかかる話ですけれども、うん、審査の先生がそれぞれ、支払い基金で4600人、国保連で3600人おられますけれども、この方たちはですね、大学教授とか医師会の役員とか公立病院の院長さんとか、そのクラスの方です。で1日ですね、2万数千円の日当でほぼ1日拘束して仕事をしてもらってます。でこれはもう本当ボランティアというか使命感で
限られた医療財源でいかに医療水準を保つかということで働いていただいております。でこれと同じことはですね、民間ではなかなか難しいんじゃないかと思ってます。はい、遠山君。すいません、1点だけ今、戸口局長、日当で2万数千円は出るんでしょ。1日働いて2万数千円の日当でね、働いてる方々をね、ボランティアなんて表現は世間でしませんよ。いや、1日働いてね、2万数千円もらったらね、それはボランティアとは言いませんよ。それは確かに業務は大変かもしれませんが、それは局長ちょっとね、庶民の感覚からね、相当ずれてるね、というふうに見られますよ、厚労省。訂正した方がいいですよ。戸口保健局長。大変失礼いたしました。先生方のご意見をそのまま伝えてしまいましたけれども、私どもは、私どもは適正な日当報酬として2万数千円をもちろん設定しているわけでございます。ただ一部の先生方はもう診療の合間を縫ってですね、ものすごく忙しいところを、そうやって出てきてくるのは大変問題だ、課題があるんだけども、でも自分がやらなきゃ日本の医療を守れないんだということでやっているところでございます。確かに価格の面でですね、私の発言が誤解を招いたことはその通りでございます。申し訳ございません。はい、それではどっち行く、村井さんか。どうぞ、はい、村井さん。競争によるコスト削減というお話をされたんで、支払い基金、それぞれ国保連それぞれの、コスト体質についてお聞きをしたいと思います。もう皆さんもご存知通り、民間のコスト削減に成功した820社、そして今独法の多くがあることをやってコスト削減に成功しています。それは競り下げ方式という入札方式に変えたからです。もう厚労省もご存知の通り、厚労省管轄の労働者健康福祉機構とか UR とかは今までの入札方式を競り下げ方式に変えた。例えば労働者健康福祉機構が入札で発注をするときに、1回目の入札で3社あって、じゃあ、2億円だって言って決まったとしても、負けた業者が2時間以内であれば、じゃあうちは1億9800万円でいい、1億9000万円でいい、1億8800万円でいいというふうに、入札の後2時間以内に何度も何度もさらに安い札を負けた業者が出してもいいというルールにした瞬間に、どん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 コストは落ちていったわけです。さてそこで今それぞれ、支払い基金や国保連は昔ながらの高止まりの入札方式を使っているのか、それとも今大幅にコスト削減を民間並みにやっている独法などと同じように、競り下げ方式に切り替えたのか、どちらか教えてもらっていいですか。唐沢大臣官房審議官。ちょっと今確認できておりませんけれども、ただ私どもの承知している限りは競り下げ方式はまだ採用してないんではないかと承知をしております。はい、村井君。では明らかに民間価格ではなくお役所価格で今運営されているわけですが、それを民間価格に落としていくために競り下げ方式に、他の歳出削減に成功したような独法のように競り下げ方式に変えていく、つまり民間価格に変えていく気はあるのか、それともお役所価格の高止まり方式を続けるのか、その辺はどう考えとられますでしょうか。唐沢大臣官房審議官。はい、コストの削減は大変重要な問題でございますので、ご指摘の通りでございますので、私どもそういう入札方式が取れるかどうかということについては団体の方に検討させてみたいと思います。ちょっと最後は聞こえなかった、何だって。団体の方にですね、それぞれの団体の方に検討させたいと思います。はい、では平君。今日初めて出てきた、定量的な検証の試算案の話に若干戻りますけども、結局統合の経済的メリットはないという2ページ目の資料があって、その後のですね4ページ目の資料を見るとですね、資産売却は入れてません。あと7年目にですねシステム公開をする181億という大きな経費が発生をする7年目まで待ってその数字を出してきていると。でさらにこの8年目9年目以降は収支が改善をするというような極めてこういう意図的な資料をですねしらっと出してくる厚労省の体質には私は本当に問題多いと思いますので、さっきの文科省と並んでですね委員会でぜひ厚労省関係は
引き続きチェックをすることを委員長にお願いいたします。それは後ほど幹事会で諮りたいと思います。はい、それでは奥野さんどうぞ。2点伺いたいんですが、まず1点目、中村参考に伺いたいと思いますが、今までのお話を伺うと、コスト削減メリット、統合のコスト削減メリットはあると厚労省も答えております。また業務上も情報の共有化ということで査定率の向上につながるというメリットがあるというふうにおっしゃっています。でその上でなお統合をしないのかと、先ほどいろんな問題があるとおっしゃいましたが、例えば審査部門だけ切り出してですね、多分基金に統合してアウトソースとしてやらせるというやり方があると思うんですが、なおダメだという理由があれば教えてください。いや中村さん、私は統合に反対という立場でございません。むしろ仕組みとして統合していただけて、なおかつコストが下がればそれに越したことはないと。ただ基本的に国民健康保険制度が市町村が保険者となっているという現行制度、私はこれ自体が、まあ、問題だと実は思っているんですが、それを前提にした場合にはやはり保険者である、まあ、市町村がそこに関わることによって国保連合会も一定のガバナンスが働いている、でコストについても一定のチェック機能が働いているということを前提にしております。ですからそういうまあ、チェック機能といわゆるガバナンスの部分と、それからもう一つは連携の部分ですね、ここはしっかりと少なくとも市町村国保というものを前提とした場合には担保する必要があるんじゃないかということです。でもう一つは国保連合会、まあ、実は草加市、まあ、人口24万5000人ですが、国保連合会に、まあ、年間9000万のお金を出しております。でこれはコスト的には高いと思っておりますが、そのベースとなるものは何かといいますと、例えば電算関係、もうこの委託料だけで4000万でございますが、これは各都道府県単位の国保連合が独自にということより、まあ、むしろ国保中央会が、まあ、リードしながら全国統一のシステムでやっているわけですね。で、まあ、電算化することによって、一枚一枚のチェックの部分のですね、そのコストが大幅に下がってもいいだろうと、あるいは広域電算化したことのなんですから、電算関係のコストはもっと下がってもいいだろうという認識を持っています。まあ、全体としてのコスト縮減については、今、国保の財政、草加市だけでも年間22億の国保への一般財源、市民の税金を投入しておりますので、その部分のコスト縮減が大変切実な課題であって、そのことが統合によって実現できるのであれば、それはそれで大変ありがたいことだという認識を持っております。奥野君。どうもありがとうございました。統合によってコストメリットが出れば、当然、市町村の負担する経費も下がってくるということなので、まあ、統合に前向きということで理解させていきます。それから、もう一点、2点目ですが、労災保険情報センターについてでありますが、今回、まあ、廃止して、国の方に業務を戻すというふうにされていると理解していますが、この検討のときにですね、例えば支払い基金とか国保連合の方に、審査業務について委託すると、そういう検討はなされなかったのでしょうか。仕分けでは、まあ、競争原理を導入すると、委託について見直すというふうになっておったと思うんですが、その辺についていかがでしょうか。委員長。はい、鈴木労災保障部長。まあ、行政刷新会議においては、廃止のご意見や、まあ、国に戻す、あるいは競争原理というご指摘ありましたが、まあ、厚生労働省の、まあ、最終的な判断としては、でその本質は、費用対効果という面で効率化を図るということと判断しまして、その労災保険情報センターに、まあ、ある意味二重経費も含めて委託していたものについて国に戻して、再任用や非常勤職員などの部分的な人件費の活用によって、同じ効果を上げられるということで、考えている。議論の途中ではブロック化の検討なども行ったわけでございます。結論としてはそういうことで。委員長。はい、奥野君。委託した場合と内製化した場合のコスト比較というのはやられたんでしょうか。はい、委員長。鈴木保障部長。すみません、例えば基金に委託した場合とということでございます。まあ、そうです。はい、検討の段階では民間も含めて、シミュレーションをしておりまして、その結果国で、一元化するのが一番安いという結論になりました。委員長。奥野総一郎君。ぜひその資料を提出していただければと思います。今回出てきておりませんけれども、そのデータを出していただきたいと、またそれをこの委員会で精査したいと思います。よろしくお願いします。委員長。はい、鈴木部長。はい、承知いたしました。はい、この質疑はですね、12時9分をめどに
予定されておりますので、だいぶ時間が少なくなってきておりますから、その他の論点があればまた出していただきたいと思います。じゃあ品武志君、はい、これまでの議論を聞いてて、そもそもの話を聞きたいんですが、この事業レビューシートの2ページ目にですね、過去の仕分けの結果ということで、仕分け人の判定では、国保連支払い基金の統合11名ということで圧倒的に多かったわけです。その時の仕分けに加わってた方、参考人の方でもしいらっしゃれば手を挙げていただけますか。あ、小瀬村さんですね。それでは小瀬村さんにお聞きしますけれども、まあ、今日の議論でですね、民間でもできるんじゃないかとか、あるいはそもそもですね、私が指摘したようにコスト割れで、保険料を、こういうことに使うのはいかがなものかと、そういう議論もあるわけですが、なぜその統合というのがこのような圧倒的な多数になっているのかということをですね、ご説明いただけますか。はい、小瀬村さん、ご入お願いします。はい、小瀬村でございます。はい、まあ、当時の議論では、やはりですね、まずほとんどのところの病院で民間ですでに事務をやっていただいているという実態がありますので、審査というところでは、まあ、実態面だけを見ると民間でも実施できるのではないかというようなことだったと、思います。それからですね、統合については当時の私の特に意見なんですが、ただ単に今の現状の仕組みのまま統合しても事務量というのは大変煩雑でございますので、やはり業務の標準化をまず、するべきではないかというふうに、考えております。で、やはり現行のこの診療点数を積み上げるという方式で、まあ、出来高払いの診療報酬なんですが、このままこの方式のまま、両者が統合してもですね、やはり多く、診療した方が、まあ、得ということになってしまうと、結局医療機関の過剰診療の抑制ということにはなりませんので、統合の最終的な目標というのはやはりコスト削減プラス、元の、過剰診療の抑制ということだと感じておりますので、まあ、そういう意味では当時も、当時意見がありました、その制度についても見直しをするべきではないかというご意見もありました。ですから、積み上げ方式というところから、まあ、医療別に、1日あたりの入院費を見る、例えば現行でも行われております包括の支払い方式であるとか、それから1入院あたりの費用、まあ、診療報酬を算出するこう全体の枠を決めるというやり方をしますと、だいぶですね、いかに早く治すか、いかに、経費を抑えるかというインセンティブにもつながると思います。例えばちょっとすみません長くなってすみませんが、うちの方の病院でですね、まあ、350床程度の病院でちょっと試算をしたんですが、入院が1日延びますと大体年間で7億円収入、まあ、増えてしまうというようなことになります。ですからこの長く入院させれば、長く投与量を増やせば増やすほど儲かってしまうという言い方は大変間違っていますか、診療報酬が上がってしまうというような結果もありますので、まあ、そういう適切な時期に退院させるというインセンティブを働かせる、結果的に過剰診療が抑制できるということを考えますと、その統合の、に向けてはまずそのこの診療報酬の、総額制というところも、検討するべきではないかと、このように考えております。品君、今おっしゃられたようにですね、コスト削減というのはまあ、一つの目的ではあるかもしれませんけど、それが全てではないと、それ以外にもですね、医療費を抑制するための検討を進めていってほしいということだったんですね。で、副大臣にお伺いしますけれども、そういった検討がですね、あまりされないまま、その統合によるコストがどうとかっていうことに議論が矮小化されてきたんではないかなと思ってまして、ぜひもっとですね、さまざまな視野角度からですね、この問題については検討して結論を出すべきだと思いますが、いかがでしょうか。はい、辻副大臣。ご指摘の通りだと思っております。医療費についてもですね、いろんな検討の中で
医療費の抑制という見地からのアプローチも必要だと思っておりますし、そういった中でのご指摘もしっかりと踏まえて対応していかなければならない、歪食化したというご議論がございましたけれども、トータルとしてのですね、医療のあるべき姿を追求しつつ、その審査支払い義務の事務の効率化、また国民に対して安心できる医療を提供するという見地からも踏まえてですね、対応していきたいとこのように思っておりますので、今日いただきましたご議論も踏まえて今後しっかりと対応していきたいと思います。なお委員長恐縮ですけど、先ほど私が申し上げましたことで、支払い基金の公的性格ということで申し上げたことがございましたけど、これは民間法人でございますけれども、社会保険診療報酬支払い基金法に基づく組織でございまして、まあ、そういった意味からも公的性格であるということでございます。以上です。はい。それでは小畑参考人ご意見いただけますか。先ほど の小山田参考人に少し補足いたしますが、はい、おそらく事業仕分けのところで統合というふうな話が出ましたのは、そのレセプトの審査というものだけを取り出して、まあ、それを効率化するためには、まあ、今支払い基金が非常に専門的なノウハウを持っているので、まあ、そちらでやらせばよいのではないかというふうな視点だったと思います。で、ただ今ご議論がございますように、まあ、別に支払い基金に限る必要はまあ本来はない。もっとですね、審査手数料を引き下げ、そしてこうよりまた審査実績を上げるようなところが出てくれば本当はその方が良いという話には当然なると思うんです。で、一つ注意すべきなのは、今ですね、副大臣の方がございましたように、支払い基金というのは、まあ、特殊法に基づいて設立された、まあ、特殊な民間法人でございます。ですからここに委ねた場合にきちんとガバナンス、本当の意味でのコスト削減をそこでしっかりやってくれるという前提がないと、肥大なところにまた巨大なですね、事務料だけ行って結局最終的な審査手数料も審査実績も上がらないということになると一番最悪なことになるということはご留意いただければと思います。はい、こういったご意見いただきました。はい、岡田君。1個だけその統合効果の数字のことだけ1個だけ確認させてください。今日いただいたその試算案の資料のですね、この参考の表ございますですよね。で、例えばこれも僕どう見てもおかしいと思うんです。例えば支払い基金に統合した場合に事務所売却67億とありますね、カッコ付け でしかしその代わり借り上げで52億毎月増えるってあるんですけども、毎年ですか、これは。でこれっておかしいと思うんですけども、売って67億、つまりそれで買う人がいて使う人がいるわけですね。で一方でその分こう統合した先に借り上げなきゃいけないスペースが必要になって、でそれが毎年52億言いますと、なんかこれどう考えても数字がおかしいと思うんですけども、この数字にはどなたか責任持たれるんでしょうか。どこで誰が作った数字なんでしょうか。唐沢大臣官房審議官。ちょっと精査させていただきますけれども、この国連に統合した場合の方がこの事務所売却費用が大きいのはですね、これは支払い基金の方が自前の建物を持っていると、都道府県でですね。で国連の方は借り上げのようなところがあるので、売れないものがありますから、まあ借り上げの経費計上しているということだと考えております。岡田君。すいません、あんまりこのミクロなことで続けたくないんですが、じゃあ支払い基金に統合という方で見てください。でこれ事務所売却できる分が67億できるけれども、その代わり毎年52億借り上げなきゃいけなくなるってあるんですけども、こんなことって数字上ありえるんでしょうか。なんかそのもっと安く借り上げられるんじゃないかというふうな気がしてしょうがないんですけれど。唐沢審議官。規模が大きくなりますので、その職員半分のままというわけではありませんので、もちろん人件費減らしますけれども、ある程度規模が大きくなりますので、事務所もちょっと広いものが必要だということで、こういう経費計上していると。はい、それでは平智之さん。委員長、ちょっと電子化のことについてお伺いしたいんですが、医療機関型はもうレセプトコンピューティングや医療カルテ等で随分電子化を進めてきて、まだ全体普及してないというふうに聞いてますが、先ほど中村参考人の方からその電子化によってかなり一括でそのベリファイできるようになってきているという話がありましたが、その国保連や支払い基金でそれぞれ違うでしょうが、電子化率といいますかね、まだまだ業務で電子化できる余地があるのかを中村参考人お伺いします。中村参考人どうぞお願いします。はい、じゃあ中村参考人お願いします。
すみません、レセプトの電子化そのものはかなり前から進んでいたと、まあ、スタンダードアローン型だったのがつながって、まあ、全体的に、まあ、オンライン化されたわけですね。ですからそれを踏まえて、まあ、審査点検審査の精度をどう上げるかというもう9割ほぼ 100% にいわゆる歯科関係はまだ普及してないというふうに認識しておりますが、一般の医科についてはもう相当普及しておりますので、それを前提にした点検審査業務を病院も行っているし、そして国保連あるいは市あの、まあ、も行っているということです。で我々も、画面上でそれをチェックしているという形になります。ですから問題はそれを利用しながら、まあ、いわゆる突合とか縦覧審査とかいうことを踏まえて全体的に適正妥当な診療行為が行われているかどうか、費用対コストはどうなのかという、まあ、いわゆるコスト対いわゆる診療効果はどうなのかという意味で、今裁量に委ねられている部分を相当精度を上げてきちんとチェックしていくと。それも電子化 の、 そのいわゆるできる限りその人的なパワーがない形でできるのは、そういうことしたことはないわけですけれども、そこが大きな課題だろうというふうには認識しております。そうすると、まあ、田村君、委員長、はい、どうぞ。電子化そのものは進んだけれども、その電子化されたデータの今突合とかね、そういう使い方においてはまだ余地があると、改良の余地があるということでよろしいわけですね。いろいろもう一点、それで それを改良すると業務効率化あるいは、直接経費の削減ですね、こういったものはまだ余地があると思われます。中村参考人。はい、私どもはですね、余地があると思っております。で私どもに戻ってきた、まあ、いわゆる国保連合でもから戻ってきたものについて、まあ、チェックをするわけです。で、まあ、内容審査が6000件、それから資格審査、これは5000件ぐらいで、資格審査は我々独自でやってるわけですね。これはいわゆる国保連合の方ではなかなかできないものですから。で内容審査については6000件、まあ、草加市で、まあ、見まして、それを国保連合に戻すんですが、実際に審査いただけるのは1500件程度ということで、まあ、かなり我々の目から見ると、まあ、疑義があるものについても国保連合の方では受けていただけないという実情もございます。でそれは、まあ、縦覧とか突合としながら疑義を、まあ、出すわけですけれども、その部分について、まあ、もう少し連携しながら精度を高めていくということは、これは国保連合でも基金の方でもやっていただけるのではないかという期待をしております。委員長。平君、これで最後にします。統合をすることが今おっしゃったような電子化による業務効率化や直接経費の削減、これに貢献するのか、それとも統合は関係ないと思われるか、どうでしょうか。中村参考人お願いします。はい、組織的な統合以前に、そのチェックシステム全体をどういうふうに共通化するかということの方を我々は重視をしているということでございます。まずそれをきちんとやっていただきたい。まあ、いわゆるマンパワーも大事なんですけど、マンパワーに頼らなくて、従来なり突合なり全体的に適正妥当な診療行為かどうかをチェックするシステムというのは、まあ、ここまで、まあ、いわゆる電算化が進んだ現状においては可能なのではないかと、これは期待を込めてそういうふうに、まあ、見ておるところでございます。小瀬村さん、ありますか。大丈夫ですか。はい、じゃあそれでは遠山さん。ありがとうございます。委員長に、提案をさせていただきたいと思います。はい、本日の議論ではですね、国保連と支払い基金の2つの組織の違いについてもご説明がありました。また先ほど小畑参考人の方から大変重要なご指摘があったと思います。被用者保険の保険者は事実上すべて支払い基金に、レセプトの審査業務を委託しているということは、実は2つあるといっても移動がありませんから、事実上寡占状態なんですね。一社によって、つまりこの支払い基金によって、このサラリーマンの皆さんの健康保険のレセプトは全部見られているとということは、一社でやってますから実は競争原理なんかないんですね。だからその中で適正に業務を本当にやってるのか、ガバナンスが働いているのか、我々ここの国会で議論しているだけでは分かりませんので、国保連と支払い基金のですね、事務所作業場を視察をさせていただいて、まずその違いを理解をするということと、本当に支払い基金という組織の中で人件費が高くないのかどうか、あるいは効率的なですね、業務を本当に行っているのかどうか、あるいは天下りの職員が多数在籍していないのか、そういったさまざまな観点から、当委員会として、小委員会として
調査を行うべきであるという提案をさせていただきます。これは後ほど幹事の間で相談をさせていただきたいというふうに思います。はい、他にございますか。よろしいですか。はい、それではこれにてですね、予定した時間も参っておりますので、医療費レセプト審査事務についての質疑は終了したいというふうに思います。参考人の皆様には貴重なご意見頂戴しましてありがとうございました。委員会代表いたしまして御礼申し上げたいと思います。それではこれより評価に入ります。お手元に配布の評価シートに各委員署名の上ですね、評価をご記入願います。ご記入が終わりましたら事務局に回数をさせていただきます。それでは速記を止めてください。
起こしてください、ご報告をいたします。医療費レセプト審査事務についての本小委員会の評価結果は廃止1人、2、実施は各自治体民間の判断に任せる、これが1人、来年度の予算計上は見送り0、第4、予算要求の縮減または組み替え見直し1人、5、組織制度の改変11人、予算要求通り0、予算の増額を検討する0ということでございます。また皆様からのご意見はこれまでの議論等でございますが、統合の是非について、それから民間参入の可能性やコストカットの可能性について、積極的な議論が行われたものと、このように思いますが、この小委員としてのですね、小委員会としての取りまとめにつきましては、この五国幹事官において、この協議をした上で取りまとめをしていきたいと、このように思っております。また、この結果につきましては、理事会において報告し、その取り扱いを協議することといたします。次回は、明17日午前9時から、小委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。皆さんご苦労様でございました。